どうも、高井です。ひらめきは材料と熟成感、妄想が鍵。ひらめきを無意識的思考って表現してますけど、この無意識的思考をシステム3って話してます。システム1、直感的思考はバイアスが強くて非常に間違いやすい、でも早い。システム2である論理的思考は精度は高いけど時間かかっちゃう。ただ一つ問題があって、いくらシステム2の論理的思考でこういうのはどうかなーっていうふうにね、長時間考えても新しいアイデアをひらめくことは絶対ないんだっていう。アイデアは寝かせよって話がありますけど、無意識っていう以上、仕事を無っていう状況でただただひたすら淡々とやり続ける。で、その中で妄想モードに入っていって、その妄想中にふとこれよくねっていうアイデアピーンとひらめく。実はこれってあらゆるものを発明してきた人、あらゆるものを想像してきた人っていうのは無意識的に今までシステム3を使ってきてひらめいてきたんじゃないのっていうことが書かれているんです。一つはアイデアに必要な材料、そしてもう一つはその材料を得た上でこういうものを作ろうっていうことを考える。で、考えた上で一旦寝かせる。そしてその寝かすアイデアが普段のなんと何気なくやってる作業のうちにピーンと妄想モードでひらめきで思いつく。この一連の流れがシステムさんなんですが、これはどれぐらい寝かせればいいのかってことは具体的には分からない。個人差あるかもしれないしね。こういう内容こそ本来は日本人あるべきなんだけど、ただしその妄想っていうよりかはもはや論理的思考の方が優先されすぎて、それでみんなは生産性落ちてんじゃねえのっていうことも書かれてたりするので、詳しくはこのシステムについて考えていく上でもそうだし、普段の思考の内容についても見直す機会になるんじゃないかなと思います。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。